ピーチメルバピーチメルバピーチメルバとは、1892年か1893年か1894年に、ロンドンのサボイホテルの料理長だった、オーギュスト・エスコフィエによって考案されたデザート。フランス語で言うと、ペーシメルバ。バニラアイスクリームの下地にバニラシロップ付けの桃を乗せ、ラズベリーソース、アーモンドのスライスをかけたデザート。オーストラリアの歌手ネディ・メルバが、 ロンドンのコベントガーデンでオペラローエン・グリンを演じた時にホテルの料理長をしていたエスコフィエを公演に招待した。その返礼としてエスコフィエはメルバにローエン・グリンにちなんだ趣向を凝らした特別性のデザートを供した。このデザートをメルバが気に入り名前を尋ねたところエスコフィエがピーチ・メルバと呼ばせていただければ光栄ですと答えたとされることが名前の由来とされている。 ピーチメルバには蒸気のようなアレンジされたレシピが多数存在するが、エスコフィエは、ピーチメルバは桃を使った繊細なデザートであり、完熟した桃とバニラアイスクリーム、砂糖入りのキイチゴのピュレだけから作られるものだとしている。フルーチトーコの楽曲、ピーチメルバは、デザートを指すものではなく、架空の香水の名称であるが、ジルスチュアートのリップグロスには、ピーチメルバという名称の商品がある。 ありがとうございます。